皆さん、こんにちは。山かりです。かりチャンネルです。元気ですか？聞こえてますか？皆さん。まだちょっと高い声が出ない私でございますが、今日もチャットにですね、私、少額ですが、完売いたしましたというね、声。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい。裁判なる。そうなんですよ。私、裁判がですね、私のところに東京地方裁判所から、なんかこう、訴状というのが届いてですね、それからもう早1ヶ月以上が経ちます。はい、大変な1ヶ月を過ごしてですね、先日皆様に、はい、実はというふうにお話しさせていただいた次第でございますが、はい、ほつおさん、いつもありがとうございます。だから、121なんて書いてあるじゃないですか。これね、私は友達の誕生日と一緒である上にですよ。私は2月7日の誕生日なんですね。ですから、だから私はその友達の誕生日を絶対忘れない。だって12月17日じゃないですか。で、だから、ほつおさんもね、いつも121なんて書いてあるから、たぶん私の友達と同じ誕生日かなというふうに思っておりますが、はい。高市さんね、頑張れ。はい。私も高市さんね、頑張れというライブをですね、施設をすることによって。だからこれもね、意味があるんですよ。はい。私ね、自分でもね、選挙を出たことがあるわけさ。で、その時に、大変なわけ、選挙ってね。私なんかね、初めて出た、なんか泡沫ですから、あれですけれども、それでも大変なんですよ、本当、選挙出るってね。で、今、行われているのは自民党総裁選でね、皆さんね、その衆院選をね、もう何回も何回も、勝ち抜いてきた方々ですから、それは、ね、選挙慣れてる人は慣れてるんでしょうけれども、それでも皆さん大変なんですよ。でもね、みんな、忙しいけど、とはいえですよ、移動したりね、移動中とか、あるいは、お風呂入ったりすることがあるじゃないですか。その時にね、ちらりと、YouTube とか、見ないとも限らないんですよ。あ、今日21時30分から高市さんのライブ配信。あ、そうですか、そうですか。はいはいはい。でね、だからね、そういう時にね、もしかしたら、さなえちゃんがね、私がね、さなえちゃん頑張れっていうふうにやってんの、しらとでも見るかもしれないじゃないですか。あと、誰に投票しようかなと思ってる、党員の方とか、あるいはね、これは、自民党総裁選のすぐ後には、もう、総選挙ですよ。結構もう早ければ、10月27日投開票というふうに言われておりますが、10月28日、だからもう1ヶ月ちょっとで総選挙あるかもしれないですよ。で、その時にね、じゃあ、さなえちゃんだったら、いい自民党に入れようみたいな、そういうのあるじゃないですか。ですから、私もいろいろこう、とはいえ、私も、その YouTube の、何て言うんですか、私、登録してくださってる方ね、そんな少なくないですから、はい。全く影響力はないこともないんで、はい。それで私自分がその選挙出た時に、私のことを応援してくださっている方のこと、本当嬉しかったんですよ。これね、もうね、ダメだなって思ってるわけ。思ってんだけど、でも、その YouTube でね、私のことを応援してくださっている方を見ると、本当にありがたいなって思うんですよ。ですから、私はね、さなえちゃんの心がね、少しでももしかしたらこう癒されるかもしれないじゃないですか。ですから、私はもうさなえちゃんにお世話になったことがあるので、はい、ですからね、そういうの恩返しですね。やっぱり人間に恩返しが必要ですよ。はい、お世話になった方にはちゃんとお返ししなきゃいけないっていうね、ことは私はやっぱり日本人ですから、その持ちつ持たれつ、恩返しの心を忘れずに、はい、これから仕事、いってらっしゃい！たなばたさん。いってらっしゃい。はい。頑張ってくださいね。はい。そうなんですよ。はい。でね、今日はね、私ね、昨日ですよ。はい。昨日かな？昨日だね。はい。12日に、そうかそうか。昨日、いよいよ、その総裁選告示されたっけ。それで、みんながね、テレビに出たんですよ。その総裁選候補がずらっと。で、夕方に、
フジテレビの番組に出て、おそらく。で、夜に、テレ朝に出たのかな。で、テレ朝は、まあ、まず置いとくとして、フジテレビに出たやつ、私ね、全然知らなかった。あと、後ほどになって、その動画が上がってきて、あれ？こんなやってたの？って気づいたんですよ。それ私に見たわけ。チェックしたわけ。YouTube に上がってたからね。見たわけさ。そしたらね、皆さん見ました？で、ニュースステーションとか、ニュースステーションじゃない。それだいぶ前の名前だから、報道ステーション、中身です。ニュースステーション、久米宏の時代だから、名前変わったの。そうそう、それで、私ね、見たんですよ。フジテレビのね、討論会を。で、なんかね、もう結構余計な人がたくさんいるけども、まあね、こういうのでドーンってね、やってたわけ。で、こっから、こっち側ね、このさなえちゃんにこのドーンとでかいのがこうコバホークみたいな感じでずらーっとこう並んでたわけですよ。一番こっちが、シェイシェモテギさんかな。あ、一番こっちシェイシェモテギさんで、こっちゲル石場で、こっちコオロギ太郎、加藤勝信さんで、上川さんですかね。はい、そんな感じでこうずらーっと並んでるんだけど、で、これが、司会の女性ですね。なんかこっちこう余計な人おるんだけども、まあまあ、これはいいや。これはまずいいとして、これのね、一番最初の質問。これがですよ。これがね、さなえちゃんの、もうね、もういきなり会心の一撃。これね、なんかね、一人ずつこう質問の時間みたいなのが与えられて、誰に質問してもいいみたいな感じだったんですよ。で、一番、これ、届け出順にこう並んでるでしょ。で、さなえちゃん一番だったじゃないですか。ですから、さなえちゃんに一番に順番が回ってきたわけさ。で、じゃあ、高市さんからお願いしますっていうふうに言われて、司会の女性にね。で、高市さんは、では、小泉さんよろしいでしょうかって言って、もう、ずんじろう。もうだから、ずんじろうにこう狙う定めてるわけ。だから、これはね、さなえちゃんは、もちろん分かってるわけですよ。ここは、テレビだからね、テレビしか見ない人たちっていうのがいるわけですよ。だから、そのテレビしか見ない人たち向けに、ずんじろうじゃダメだよと。私だよというね、そういうアピールをしないといけないから。アピールをしなきゃいけない。だからそのためには、チャンスを、どんな小さなチャンスも逃すことなく、誰に質問してもいいの？じゃあ、ズンジローねって言って、もうズンジロー、狙い撃ちですよ。で、ズンジローは、ちょっとみたいな感じで、ちょっとね、来たかみたいな。いや、来るって分かってたのか、分かってないのか、どこら辺まで分かってんのかよく分かんないんだけども、ズンジローはね、ちょっと余裕な顔してるんだけれども、僕ですかみたいな感じではあった。ご興味のある方見ていただきたいんですけど。でね、こういうふうに言ったんですよ、さなえちゃんは。じゃあ、小泉さんよろしいでしょうかって言ってね、いきなりずんじろうに言うわけね。で、労働市場の流動化についてでございます。って言ったわけね。で、私の認識では、OECD の雇用の保護統計ですね。この指標がございます。これを見ますと、イタリア、フランス、ドイツ、こちらの方がかなり解雇しにくいと。つまり、労働者の権利を手厚く保護する。これが、イタリアとかフランスとかドイツとか、ヨーロッパ諸国ね。だから G7 だけで見ると日本は4番目ということで、どちらかといえば解雇しやすい国になってしまっております、というふうに言ってるわけでね。これ何のことを言ってるかっていうと、そう高市さん責めるねって言ってるでしょ。だから花井ちゃんは、そのテレビの公開討論の一番最初の質問で、
ずんじろうにこの雇用労働市場の流動化についてあんた変なこと言ってたよねってツッコミ入れたのはなんでかっていうと、さなえちゃんはそこが一番の攻めどころだと思ったからなんですよ。はい、じゃあずんじろうはこれについてね何を言ってたかおさらいしてみましょう。ずんじろうは自分の出馬会見のねで言ったことっていうのを台本をね、まあ読み上げた台本を自分のホームページみたいに載せてるわけさ。ずんじろうはね、全部こう載っけてるわけ。で、ここにね、まあ、いろんなこと言っておったけど、こういうこと言ってる。日本経済のダイナミズムを取り戻すために、不可欠な労働市場改革の本丸である解雇規制の見直しに挑みたい。いや、私もずんじろうの真似全然うまくないね。全然できないわ。どうやって真似すればいいんだよ、ずんじろうの。まず、ずんじろうって、台本を読んでんだけど、なんかこう読み方が結構、なんていうか、うまいのね。結構、読んでんだけど、あんまり棒読みにならないっていうか、結構、うまいんですよね。どうやってやる？まあまあいいか。で、まず、大企業で働く人には、いつでも、リスキーリングや学び直しの機会が与えられるよう、職業訓練制度を見直します。働く人は誰でも新しい成長分野に移動できるよう、生活の安定を確保しつつ、リスキリングや学び直しが受けられる環境を整備します。その上で、ここから重要、その上で、企業が解雇せざるを得ない状況になった場合、これ、出て、解雇の話です。働く人が、自分らしく働くことのできない職場にとどまり続けるより、企業にリスキリング、学び直しと、その間の生活支援、再就職支援を義務付けることで、前向きに成長分野で移ることのできる制度を構想したい。こうした労働市場改革を進めれば、大企業に眠る人材が動き出し、スタートアップや中小企業に人が流れやすくなる。これを機にスタートアップが劇的に拡大する仕組みも整備します。そして日本経済のダイナミズムを復活させる。こう言ってるわけ。で、これもう聞いた瞬間、ほら私いつも自分で申し上げてますけど、意地悪じゃないですか。で、ここ読んだだけで。なんか10個ぐらいハテナがこう、ハテ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 出るわけですよ。で、これ、さなえちゃんもね、こう読んだ瞬間、何言ってんだろ、この人。ハテナハテナハテナってなったはずなき、さなえちゃんね。で、だからさなえちゃんは、あんたなんか労働市場の流動化とか言ってたけど、っていう話を始めたわけ。あんた労働市場の流動化っていうふうに言うことは、日本もう労働市場が非常に固定化されてるっていうのを、つまり解雇、日本の企業っていうのは全然解雇しないんだと。労働者の権利がむっちゃ手厚く保護されてるから、企業は労働者を解雇できない。だから労働市場が流動化してない。ってことをあんた前提にしてるよね。ってなるわけですよ。私は全くそういうふうに思います。同じこと思います。さなえちゃんももちろんそういうふうに思ったっけ。そこで、さなえちゃんは、あんたそういうことを前提にしてるかもしんないけど、あんたが前提にしてること自体がそもそも間違いだよっていうふうに言ってるんですよ。これ私が他者の意見に論爆するときと全く同じパターンです。あんたこういうことを前提にしてるみたいだけど、こういう前提そもそもないよっていうふうに言えば、この人の言っている主張っていうのは、もう土台からガタガタと崩れ落ちるわけですよ。だって前提にしてることが間違ってる。そんな前提ないから。だからあんた言ってることおかしいよっていうふうに言うんじゃなくて、あんたは主張の前提がそもそもないよって言ってしまうと、もうそれで終わり、負けなんです、相手はね。こっち勝ちなわけですよ。で、さなえちゃんはそのね、非常に王道の攻め方をしたわけ。あんたなんか変なこと言ってるけど、G7 で見てもね、日本はね、結構ね、解雇しやすい国を知らんのそれっていうのをもうちょっとマイルドに言ったわけですよ。で、ですかね、皆さんにね、それをね、お示しいたしましょう。はい。OECD の
加盟各国における労働者保護の状況についての指標っていうのがね、こうあるんですね。これ普通に発表されてます。誰でもこれネットで見ることができます。はい。で、これによると、これ、いろんな観点から、労働者の保護の度合いが低、保護の程度が低い方から0から6でね、数値化されてるわけ。つまり、数値が高いほど、これね、労働者を保護する程度が高い。数値が低いほど、労働者保護の程度が低い。つまり、低ければ低いほど、これは、企業の側の都合で、簡単に解雇ができる国だっていうこと。で、高ければ高いほど、これ企業が、こいつ、もう、この人いらないなって思っても、その国の法制度上、簡単に解雇することはできない国だってこと。いいですか？数値が高ければ高いほど、労働者より。数値が低ければ低いほど企業よりと、そういうことですね。はい。じゃあ日本どういうふうになっているか見てみましょう。はい。こちらが日本です。ドーン。この私がね、グリーンで色付けたところが日本です。で、日本のこの数値は、だいたい 2.2 ぐらい？スコア。2ぐらい？ってことは、これは結構日本のその労働者保護の状況っていうのはあまり良くないんですよ、そもそも。日本の労働者は実はそんな守られてなかった。日本の労働者の雇用全然守られてなかった。だから労働者市場は現段階ですでに結構流動的なんですよ。だってそんな守られてないわけでね。じゃあ他の国と比べてみても、日本よりもっともっと労働者が守られてない国っていうのは、例えばどこがあるかっていうと、イギリス、これオーストラリアかな？オーストラリア、アメリカ。こんぐらいしかないわけ、主要国だとね。あと他にも、いろいろあるけれども、主要国ってこんなもんね。で、じゃあ日本より雇用が、労働者のね、雇用が守られている国どこがありますかって言ったら、見て、ずらーっとこんなにあるわけ。これ OECD の諸国で。だから、OECD の国を見るだに、日本っていうのは、全然労働者の、権利、そんな手厚く、全然守られてなかった、実は。だって、これ数字見ればわかるじゃん。これ、ファクトですよ、ファクト。だからね、ズンジローはいかにも、日本はね、企業が労働者を解雇できないんだと。だから労働市場っていうのが固定化されちゃってて、いろんなね、成長産業に人が動いていかない。だからいらない人をなんか雇い続けなきゃいけなくて、それが日本社会、日本の経済を停滞させてんだみたいなことをね、言ってるわけ、ズンジローは。でも、サナエちゃんが言ってるのは、あんたそれ誰にその話聞いたの？それ何年前のどこ情報？そんな現実ないよ。見てみな、ちゃんと統計。日本の労働市場、むっちゃ流動的だよ。日本って労働者、そんな保護されてないから。どんどん解雇されてるから。あんた友達とかいないの？そういう話聞いたことはないの？今どの企業もね、どん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 ね、リストラしてね、早期退社とかに促しててね、もうね、むっちゃ人辞めた。え？知らないの？本当に。ちょっとニュースとか見てみ。たまには新聞とか読んでみ。そういうこといっぱい書いてあるから。え？何言ってんの？っていうのを、さなえちゃんは、本当はこう言いたかったんだけれども、それを、ものすごくマイルドな、やり方で、ズンジローさん、何をおっしゃってんのかしら？っていうふうに言ったわけね。で、さなえちゃんは、でも、さなえちゃんが言ったのは、これ事実なんで、だってほら、見て。だって本当、全然、日本より、雇用が守られている、国なんていっぱいあるわけ。日本全然守られてる。だからドイツとかこれフランスとかは確かに日本よりも守られていると。全然日本は G7 で見ても全然実は結構解雇しやすい国だから。あんた前提にしてることめっちゃ間違えてるからって。だからもうこれで、この時点でもうね、ズンジローはもうズーンってこうやって、ズンジローズーンってふうにね、こうもう、ズッズドーンってふうにね、こう一撃必勝。さないちゃんやったーっていう感じなわけです。でね。で、ズンジローにこういうふうに言ったわけ、さなえちゃんは。今のこの時期にね、労働市場を自由化とかしちゃったら、つまり、ね、これ今よりもっと一層、より一層、
その、大企業が雇用、労働者を解雇しやすいように変えちゃったら、より生産性が高くて賃金が高いところに移動するとか、そんなことは起こらなくて、ただ単に失業しちゃうんじゃないの、失業者増えるんじゃないのっていうふうにさなちゃん聞いたわけ。その通りなんですよ。いや、私とか普通に見たら、ずんじろうのこれ聞いたら、あ、なんだこれやろうとしてんの、これ会社でね、あんま働かないからとか言ってて、働かないのに給料泥棒だとか言われてるようなね、そういう、例えば、年長のね、労働者をね、あんた邪魔だからって言って、給料泥棒だからって言ってね、それ、まあ、解雇して、で、その人たち、どこに行くかっていうと、あんたリスキリングとかね、スタートアップに流れるとか言ってるけど、そんなね、もう、50、60、超えた人がね、リスキリングとか言って、その後スタートアップとか、スタートアップ行って、今までもらってた以上の給料をもらうとか、あるわけがないんですよ。ちょっと考えようよって話。例えばね、IT とかにしてもね。だって今のスタートアップ作ってる人たちなんて、もう生まれた時からインターネットありますみたいな世代の人たちがもう出てきてるわけですよ。でその人たちがインターネットのね、時代、もう技術なんて、もう本当に日進月歩なんですよ。例えばコード書くとかだって、昔はね、コード全部勉強して手で書かなきゃいけなかったの。今はコード自体を AI が書いてくれるんですよ。で、人間は、でまだそれは完璧じゃないから、AI が書いたコードのバグを直すんですよ。だからね、いやもう今、例えば一例ですけど、そういう時代なわけ。それをね、AI って何ですかみたいな、コードって何ですかみたいな、そんなね、そう、例えば56歳の人がですね、ちょっとそういう勉強したからって、スタートアップ企業で今までより高収入得る、そんなわけないじゃんって話なんですよ。何言ってんのと。ですから私が思ったのは、あ、これはね、単に、いわゆる、ホワイトカラーのものすごい給料をもらってるんだけど、あんまり、その実、そんなに働いてないような人を、解雇しやすくして、そういう人たちを雇用の流動化とかね、スキルアップとかいう名前、そういうね、なんか、お題目を掲げておいて、いかにもキラキラ、キラキラの、なんちゅうの、再就職、キラキラ、転職みたいなのをなんかちらつかせておいて、その実、その人たちは、いわゆる肉体労働ですよ。に、こう、ガーンと、給料3分の1ぐらい。みたいにやろうとするよね。で、しかも、その途中にね、なんかリスキリングとか、リスキリングが好き、やたら言ってるじゃないですか。で、リスキリングの、リスキリングやってますみたいな、そういうね、なんちゅうの、そういう業者がいるんですよ。なんていうの、この、キャリアアップみたいな、なんかそうやって、講座とかやってる、そういう企業みたいな、たくさんあるじゃないですか。企業つ。なんか専門学校みたいなやつとか、資格試験のなんとかとか、そういうのあるじゃないですか。で、そういうところに金をドゥーッと流すわけですよ。で、そこに通うんだったら補助金出しますみたいな感じで。それ狙っとるやろ、あんた。そう、だから、このおじさん、おばさんをね、高い給料を持っておじさん、おばさんをスパーンと切って、その人たちをにリスキリングやらせるって言って、なんかよくわかんない、資格試験の学校とかに入れて、で、そこに、ダーンたくさん、なんか補助金出して、その人たちはリスキリングしたとか言って、なんか例えば 2ヶ月、3ヶ月とか勉強しましたとか言っても、どうせそんな大したところ再就職できないわけだから、その人たちは、あら、残念、ブルーカラー労働者になります。そして、企業は、その人たちがいなくなった分、若くて安くてよく働く人を雇用しますと。で、またその人たちが年取ってた給料高くなったら、もうそれめんどくさいから切り捨てて、また安くて若くてよく働く労働力を入れますと。で、大企業はもう万々歳でしょ。で、あと儲かるのはそのなんかこう資格試験とか、資格のなんかあれだとかね、なんかリスキリング企業ですよ。リスキリング企業。それがもう儲かるわけですよ。それやろ、あんた。目指して。どう考えてもそうやろ。
というふうになんか私なんかこう思ったんだけど、まあ、まあそこまでね、あの高橋さん、そこまでは言わん。でも、花江ちゃんも思ってることでしょ。もうそれやろ、お前、狙ってんの。よし、そこついてやろうやないか。って言って、もう早苗ちゃん、そこズバーンって。で、これに対して、ズンジロはね、これがまたおかしな回答するのよ。こうやって、ズンジロ、こうやって答えて、早苗ちゃんね。で、ズギャーンって、こうやって答えて。本当は、ズンジロの場合、早苗ちゃんのこの一撃で、自分がやられたという自覚もないかもしれない。普通だったらね、うわ、痛いとこ疲れたーと思うんだけど、ズンジロの場合、それすら気づいてない可能性がある。まあまあいい、ね、順序はこうだ。まずですね、誰もが働きやすい、自分らしい働き方ができる社会を実現するための労働市場改革をやりたいと思っています。というわけね、だから自分らしいとかね、言ってるけど、自分らしい働き方って何やそれって話じゃないですか。そんなんないでしょ。仕事って、私、現実主義者だから、あのね、仕事って、はっきり言って、なんかなんかね、これ誰かが言ってたの、私なんかの本で読んで、それもっともだなと思って覚えてるんですけど、仕事って、道に空いてる穴を埋めるみたいなものなわけ。だから、世の中で必要とされているもの、穴を見つけた人がその穴を埋めると。これが仕事ですよ。自分らしいとかね、何、ちゃんちゃらおかしいんですよ。仕事っていうのは世の中で必要とされているものを自分がその役割を果たす。これが仕事なんです。世の中で必要とされているから対価を得ると。以上ですよ。自分らしいとか何、ちゃんちゃらおかしいこと言っちゃってんじゃん。そんな人ほとんどいないんだよって話ですよ。そっから、いかにその自分が得た仕事から、やりがいとかを見つけ出すことができるかっていうのが人間に問われてるんですよ。やりたいことをやって金が稼げる人なんてほとんどおらんのですよ、あんた。って話。やりたいことやってる人だって、例えば大谷選手とか見てごらんなさい。あの人はね、昔からも野球選手になりたくて、今やってますけど、あれを維持するための努力たるや。そんなね、やりたいことをやってね、自分らしさとかね、そんなね、甘い世界はね、ないんだよ、ズンジロー。っていうふうに、私なんかこれだけでもいくらでもなんかズンジローに説教できますけど、まあ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 、それでね、でこれその次こういうわけ。で、今、高市さんから、自由化っていう言葉がありましたけど、あ、これズンジローね。解雇の自由化なんていうものは、全く考えていません。え？っていう。わかりました、皆さん。早苗ちゃんは、何これ前髪どっちになっちゃってんこれ。前髪どっちになっちゃってんこれ、私、この前髪は。こっち？こっち？どうなってんのこれ。私のこの前髪。どっちに行くんだ？私の前髪。こっち？こっち？なんか逆じゃない？こっち？こっち？どっち？どうなってる？これ、わしの前髪。なんかもう、ちょっとよくわかんないことに。あれ？こっち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 ？なんだこれ。まあいいや。で、でもそうそうそう。まあまあ、どっちでもいいですよ。それで、わかりました皆さん、気づきました。つまりね、早苗ちゃんは一言も解雇の自由化なんて言ってないわけ。それをズンジローは聞かれてもないのに、解雇の自由化なんて考えてませんとか言っちゃったわけ。お前考えとったやろーっていう、ね、お前ズバリ考えとったやろ。早苗ちゃんにそれ突っ込まれて、はぁーっと思って、早苗ちゃんに言われてもない、その一言。言っちゃったよね。あったっていう話なんですよ。だからね、ズンジローのさっきのね、会見で、さっきの解雇規制の見直しとか言って言うのをね、聞いたらね、これ誰が聞いても、これね、お前、解雇自由にやりやすくするようにするやろって、誰でも思うわけ。それをズンジロー、それを、早苗ちゃんはそういうふうにははっきり言わなかった。ところが、ズンジローは自ら、解雇の自由化なんて考えてないもんね、っていうふうに言っちゃった。それでズンジロは尻尾を出した。お前絶対考えとったよ。
でも今、そういう解雇の自由が、え、ずんじろう解雇しやすくするとか言ってんの？え？